速稼塾の久保でございます。なんだかんだでですね、結婚して5年ぐらい経つのかなって気がします。まあ、結婚するとね、失うものが多いというふうに言われたりとか、男性にとって結婚は墓場だとか言われますけどもね、私今までそんなこと感じたことがなくて、もうまさに憧れの結婚生活をね、送らせていただいたりとか、毎朝ね、やっぱりね、家族とか奥さんとかね、子供にときめきますね、やっぱね。恋愛を全然、今でも全開にやってるような気持ちがします。まあ、単なるおのろけではなくて、世の中ではどういうふうなね、結婚に対する悩みが溢れてるのかなってことを、まあ、メッセージでよくいただくんで、今回はその中からではなくてね、マイナビさんの記事から似たようなケースがあるなってことを思い出しましたんで、まあ、一緒にね、読んでいただければと思います。それでは画面を切り替えていきますね。はい。例えばこんな方がいます。自由な時間、完全には失っていないけど家事などの負担が増えたため自由な時間はだいぶ減りましたとありますね。私はね、自由な時間に、私の考えですよ、自由な時間に家事をさせていただいて、自由な時間にいろいろね、家族を楽しませていただいてるって感覚なんで、この家族とか家事が負担っていう感覚はないですね。洗濯するのって、もう綺麗なね、服を着ていただきたいなっていうふうに家族に対して思う気持ちなんで、ワクワクしますし、綺麗な家に住んでほしいな、自分の大好きな人には綺麗な家に住んでほしいよねって思うから、掃除も楽しいですね、雑巾がけとか。だから料理とかもね、私するんですけども、美味しいもの食べてもらいたいから、いろいろ工夫するのがね、楽しみですよね。私はそういうふうに考えてるんで、24時間フルタイムで家族を楽しんでますね。次です。自由な時間、毎日フルタイムで仕事して、帰ってからも食事作りなど家事があるので、一日があっという間に終わってしまう。充実してるじゃないですか。土日は部屋や掃除や1週間分の食事の買い出し、作り置きなどで終わってしまいます。だから、私に言わせればこの時間すべてがね、エンジョイなんだろうなと思います。空いた時間があったら、やっぱ家族のために使いたいし、一人ぼっちになりたいって考えることあんまりないですね。必ず生活の中に一人になる時間っていうのは自然に生まれるんで、だからそれで十分かなと。まあトイレの中とか一人ですしね、車に乗っても一人のこと多いですし、そんなにね、24時間家族とべったりいたくてもいれないですから、私なんて結構いる方だと思いますけども、なんかこういう感覚は私もないんで、まあ一致はしないですね。まあでもそういう気持ちになるのも分かるような気がします。3つ目です。仕事も家事も全力でこなそうと思うと、独身の時以上に時間が足りないと思う女性も多そう。休日ぐらいはのんびりしたいと思っても、家事の手前、ずっと寝て過ごすというわけにもいかないということですけども、そんなことはないですね。私は気にせず寝てるし、気にせず寝てもらってますよね。だから自分が寝てないのに、例えばね、奥さんがぐっすり寝るのはなんかどうもなっていう考えはないです。私が頑張って働く、もしくはね、やらせていただくことによって、少しでも奥さんにはのんびりしてもらいたいなっていう気持ちをお互いに持ってるって感じかなと思うんですよね。だからね、なんかあんまりね、ほら休みの日だからってゴロゴロしてみたいな、そういうふうな漫画みたいな光景は我が家にはないかなっていうところですね。恋愛のときめき、恋愛をする楽しさ、結婚してしまったらもうドキドキするようなときめきを味わわないのだと思います。男性、私のね、立場から言うと、奥さんに可愛い服を着てもらったりとか、デートプランを考える時も私はドキドキしますね。で、そのデートプランで一緒に奥さんと楽しむ時っていうのも、やっぱりね、恋人で知り合った時の気持ちと全く一緒なんですよね。だから、飽きないですね、今でも。やっぱこう、愛情を確かめようという言葉に出してね、まあ、I love you っていうんですかね、愛してるっていう言葉もちゃんと毎日使いますしね。それなりに表現とか動作をすれば、なんか自分自身を盛り上げていけるのかなと思っちゃいますね。なんかコメント書いてらっしゃる方とは全然違いますね、私ね。すみません、なんかこの不満で一致するのがこういうコメントだと思うんですけども、私不満がないんですよね、こう考えてみると。他の異性とのときめきなどとの恋愛の刺激。他の女性、ちょっとすいませんけど目に入んないですね、私はね。大好きな人と結婚できたのは幸せだけど、正直なところ恋愛とはお別れなのかと思うと残念。ああ、恋をするドキドキの代わりに結婚という安定感を得られたものの、やはり恋愛を楽しみたいという気持ちは捨てきられるのかも。安定感がありながら、どん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 ね、パートナーの素敵なところを探していけば、あ、こういうところ素敵だな、今まで気づかなかったみたいなドキドキはいつもあるような気がするんですけどね。感受性というふうなことを言ってたかと思いますけどね。仕事、
仕事、夫が全国転勤のある仕事なので正社員の仕事を手放されてもいけなかったから。あら、なんででしょうかね。全国転勤のある仕事、正社員の仕事ね。そういうケースはありますよね。なるほど。まあ夫婦揃って会社のオーナーである うちにはあんまり当てはまらないかなと。しかも完全在宅というね、今すごい時代ですね。だから、職です。子供が生まれたのでやむを得ず仕事を退職しました。これはね、うちの奥さんも休職した時期ありましたね。まあでもそれ前提で夫婦になったり結婚するんで、そこで齟齬は生まれなかったかなと。1年間しっかりたっぷり出産に専念していただいたりね、子育てに専念していただいたりとかするような、まあそういうふうな時間とか時期を与えるのが、まあ旦那さんの力量かなとも思いますし、私の場合特にね、20年ほど先に年取ってるんで、なんかその親が子にできるような感じでしてやるような感じで奥さんにはしてあげないとなって思ってますよね。まあこういうふうに子供扱いしちゃいけないんですけどもね。次、結婚や出産をきっかけに仕事を辞めてしまったのが心残りだという女性も、仕事を続けるにしても結婚前とは違ってさまざまな制約があるせいで思いっきり働けないと感じている人もいるようだと。結婚や出産があっても思いっきり働ける場所っていうのは今の時代はあるのかなと思うんですけどもね。ただやっぱりお勤めに行ったりとか飲食店に勤めたりとかっていうことになると、これはまだあるかなと思いますね。やっぱりウェブ中心の仕事になってくると、あんまりこういう生活の変化によって影響を受けることはないのかなっていう気はしますけどもね。まあそれは本当様々ですよね。みんながみんなね、理想的な暮らしと結婚を、こなせるわけではないと思いますんで、まあこれもいろんな事情があるんですよね、きっと。自由に使えるお金、夫婦になるとお金は自分だけのものではなくなるから。これはもう所得を上げていって、家族に使うお金と自分で使うお金とそれぞれの財布を持つっていうことにもなるかなと思いますよね。そうですね、確かにね、世帯収入30万とかだとそれは全部家族に使わないとどうにもならないようになりますね。これは切実ですね。金銭的な余裕、フルタイムからパートになったし自由にお金使えない。結婚っていうのはそういうもんだと思うしかないですね。自分の財布から家族の財布っていうふうにグレードアップするわけですから、もう公金なわけですよね。いわゆる公のお金、自分のお金ではなくて、そう考えていった方がいいかなと思いますね。夫の収入だけでやりくりするにしても、共働きにしても、収入は全て家族のために使うことが最優先。自分の好きに使えるお金がなくなってしまったので、独身の時ほど自由に買い物も楽しめないという人もいるみたいだなということですね。まあこれは話し合いながらやっていけばいいのかなと思いますし、まあ収入を上げていくっていうのが一番なのかなと思うんですね。はい、交友関係、今でも独身の友人あまり会うことがなくなった。なるほど。まあそうですね、確かに私も一切会わないっていうぐらい会わないですね。もともと友人がいなかったっていうのもありますけどね。まあだから私とその奥さんとの関係を喜んでくれる人とは今でも頻繁に会ってます。ただ男同士で行こうぜみたいなのにはなんなくなりますし、あとね、なんか女性とマンツーマンで会うことは全くなくなりましたね。そういうふうに会いたいとも思わなくなりましたね。やっぱりこう、なんていうんですかね、お相手にも悪いですしね。そんな異性の友人と連絡を取ることはしなくなった。そうですね、私も一切しないです。夫の休日は出かけなくなったので、こういう関係は狭くなった。こういう関係を狭くするだけの価値はあると思います。だから多くの人との縁が切れて結婚したパートナーとの縁が濃くなる、それでも全然ね、幸せを感じれるんではないかなと思うし、それで不満を感じてあんたがいるから自由がなくなったのよっていうのも変な話だなと思うんですよね。いや、私はね、友人を失う価値があると思いますよ。結婚には十分あると思います。それでもね、付き合ってくれる方が友人っていうようなフェーズに入るのかなと思いますしね。あまり友達と会わなくなったという人もいるようですね。もちろん新しい家族と過ごすのも楽しいということは間違いないけれど、今までよく遊んでいた友達と会えなくなるのはちょっと寂しい気もしそうです。これ本当そうなんですけども、仕事が始まると結局友達と会わなくなるし、引っ越しすれば会わなくなるし、自分の年齢や環境によって結局会わなくなる人っていうのは出てくるんですよ。それでも切れない縁っていうのが一生を通じた友達っていうふうに振り返れるんじゃないかなと思いますんで、
まあ、友人は必ずしもね、一生いなければならないものでもないですし、その都度その都度いればいいし、いなくてもいいしみたいに乗り越えらしていけばいいのかなと思いますけどね。まとめですよね。結婚して得るものは大きいけど失うものも少なくない。既婚女性の多くは独身時代と比べて失ったものがあると感じているようですね、ということなんで、男性は女性に対して何かを失わせているんではなかろうかってことを、まあね、意識するっていうふうに私はした方がいいのかなと思います。自分はいいからいいだろうじゃなくて、若い時間を自分なんかに使ってくれてね、本当にありがたいね、ありがとうね、ごめんねって感じで、さらに大きな愛情をパートナーに示していくってことで、お互い愛し合うこの密度っていうのは濃くなるのかなって気がしますけど、皆さんいかがお感じだったでしょうか。まあね、今読ませていただいた不満っていうのがわからないでもないんですけども、私は全てないですね。だからもう逆に奥さんがこんな不満を抱えてちゃいけないなっていうことに配慮しながら、より一層ね、愛し合える関係を子供にも見せてあげたいなと思います。まあ、今のところおかげさまでね、本当に何の不満もなくやらせてもらってます。いや、だから年の差があるっていうのはそういう意味で言うといいかなと思います。対立があまりないんですよね。年齢が違いすぎて、意見が違った時も年齢のもう世代間格差だなって思えば、それでお互いそれでしょうがないところあるよねで終わるんでね、対立はしないですね。全然それはいいかと思います。私の感想ですけどね。それでは本日は以上です。ありがとうございました。